子供の頃に家庭崩壊した恐怖や寂しさと小中学校で受けたいじめの思い出が一度に襲ってくることが30年以上続いています。ありもしない破滅の未来が意識せずに映像として浮かび上がり激しい不安に襲われます。どうしたらいいでしょうか数々の診療内科でも解決案が出ませんでしたと。助けてほしいですということですね。はい。まあ、子供の頃の その恐怖体験とかが全然その大人になっても抜けないってことですよね。まあそういう人結構いますね。トラウマの人とかそうですよね。あの全然あのたくさんいます。で解決案が出ます解決案を探すっていう治療ではないんですよね。うんトラウマの治療なのであの解決していくっていうよりはその思い出とか体験を受け止めるっていう作業になるんですね。 なので、えっ、ー、と、まあ、治療の場ではですね、もう何度も何度もその話をしてみて、で、喋ったり表現することでようやくこう受け入れていけるので、まずそうしていくっていうのは重要かなと思います。だから、きちんと喋ってみるといいと思いますよ。で、喋ったものを相手がまた返してみて、で、また喋ってみるっていう経験をするとですね、あの、受け入れやすくなると思いますね。うん。あの、 それでもなおねなかなかこのトラウマから抜け切られないってことはありますけどまずそれが一点かなと思います。でその語っ,語っていく中でやっぱり新しい意味付けがでできるんですよねあの,あの時の自分はそうだったんだなだけど今大人になってみると違うそうじゃないんだろうなとか。 あの時すごい嫌な思いをしたけれども、そんなにひどいことじゃなかったなとか、いやあれはひどかったな、さすがにいけないよなとか、でも現代ではそんなのありえないよなとか、まあ何かしらの新しい意味付けとかができるようになるんですよ。だから、同じ物語を読んでいても、あの、違った意味が見つかるように、あの、体験や記憶っていうのも、あの、違った意味合いがですね、生まれてきますので、あの、 ちょっとくじけずにですね、まあ、主治医の先生に相談したりとか、まあ、カウンセリングとかをやってみるとかを検討されるといいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、PTSD の動画とか撮ってると思いますね。複雑性 PTSD とか、普通の PTSD の動画を撮っているので、えーもし、もしよかったらですね、そちらもご確認ください。